香取さん、出身どちらでしたっけ？高知です。そう邪気の男ですか。恐ろしい。そんなこと言わないとね。まあ映画の世界だと思うんだけどね。まあ似てるけどね、それに。あ、高知ですか。それでじゃあ高知の高校、高知商業。あ、でもなんか聞くとそんな感じしますね。その怖さがやっぱり高知県でしたね。いや、高知県怖いわけじゃないと思う。いや、怖いってイメージなんです。高知県はなぜか僕らは。いや、おかしいの。キャンプで行ってたでしょ？行ってました。7年。怖くなかったでしょ？怖かったです。あれ？そんなことないと思うけど。高知県怖かったですよ。あ、言葉遣いやね。俺はもうたまに帰ったら怖いもん。え、あ、でも20分で馴染むけど。ああ、そうだったのかになるけど。最初なんかきついこと言ってんなと思って。まあ当然入った90年にキャンプ行って。周りみんな、俺と渡辺富夫が高知県出身だ。みんな言葉分かる。何言ってんだあいつらみたいな。方言で言われたら何言ってか分かんなかった。確かに言い方はきついです。何週間きって言いますもんね。普通の言葉なんだけど、ちょっときつい言葉。きついですよね。ちょっとではなかったですね。僕は高知県。まあ都会の人だからね。関東の人だからそういう感じ。そうだ、ペーっていう方なんで。まあペの方が可愛いかもしれない。そうそう。あ、高知っすか。だから江本さんとかも高知じゃないですか。江本さん、須藤さんとかね。高橋義正さんとか。あ、義正さんもコーチですか。やっぱちょっと英語で言うと変わった方が多いですよね。なんか個性的な方がコーチの人。まあ個性ということかな。個性的な方多いですよね。確かにまあそこに含まれてなくわかんないけど。いやいや、非常にもう、いや江本さんと香取さん同格ぐらい個性的なイメージですよね。だから正直とっつきにくかったですよ。ライオンズの時も。お金な全然喋ってくんねえしな。だから本当に2軍の選手は香取さんにはぶるってましたよ、みんな。あんまり会う機会なかったと思うんだよね。いや、上に行った人がこうイメージで、香取さんって全然喋ってくんねえんだ。練習はまあ第3グラウンドでやったし、で最試合だけしか会わなかったわけだもんね。でも遠征行ったらそんなことないと思うけどな。だから俺の周りにいたメンバーが良くなかったのかもしれないね。森重さんとかですね。重さんはコーチだったんで、辻さんとか、今辻さんと平野さんとか。ラウンドで誰と仲良かったんですか？まあピッチャー全部と、まああとは年の近い辻さん。ご飯を行くとかって誰と行ったんですか？ご飯行くとか遠征の時。結構ピッチャーレンジとも行ったし、辻とも行った、平野さんとも行ったし、まあ結構みんなと行ってると思うんだよね。やっぱ個性的な方とのお付き合いが多かったですよね。まあそうかもしれない。あんまり俺はもうお酒飲まないんで。あ、お酒飲まないんですか？全く目は飲まないんだけど、あんまり強くないんだね。ああ、コーチなのにやらされましたよ、僕は駒。それはまあゲームだね。あれゲームと域超えてましたね。回してひょっとことおかめとか出たら天狗とか出たら置けないからもう飲むしかないっていうのを。そんなゲーム知らないかも。いや俺知らない。おかめはこんなのはめられたんそれ。いや絶対ないよ、そんなの。ずーっとやってましたよ。僕太田拓司さんと秋山さんに連れてかれてずーっとやってるんですよ、それ。でも多分県外者のそこ通んなきゃ多分付き合ってくれないんですよ。そんな感じ。俺そんな知らないの。あるのは知ってるけどやったことない。あんま、そうですか。飲まないから。江本さん全く飲まない。じゃあ全く飲まないですもんね。多分それはやっぱりそういう県外者の方をまあもてなすためにやってくれただけですからね。よかったね。本当にひっくり返りました。いや、あれはしんどいと思う。土佐鶴かなんかで。あ、土佐鶴ね。土佐鶴とか司ボタンとか。司ボタン美味しいですもんね。高知とかですね。のれそれなんかたまんないですね、高知は。生のやつね。本当に。まあどうなのかな、しょっちゅう食べてたからなんとも言えないんだけど。あれをしょっちゅう食べれてたんですか？まあ海に近い方だったからね。そっからプロには高校の時はじゃあプロからは声かかんなかったんですか？全くかかんなかったです。でも大体僕ら関東の人って明治大学とか行ける人、六大学行ける人はプロに行ける人がクラスじゃないと。取ってもらえないってあって、いやそれは全くなかったと思う。明治じゃあ野球っていうかスカウトはあったんですか？スカウトというかまあ2年先輩が3人いてたんで、その流れからつながってたと思う。で一応そこでセレクション受けて2人で受けに行って2人とも合格したっていう。とりあえず合格した感じですね。まずはこうなると思わなかったんで、入った瞬間にうわとんでもないとこだなと思って。まあ入った時にまあ3階で泊まってる時になんかみんな走ってたんで何やってんのかなってずーっと走ってる。何やってんだなってでもうこれいつ終わんのみたいな感じで2人でえらいときちゃったなみたいなで先輩に聞いて「ああれダービーって言うんだよ」「ダービーそうなんですか」みたいなずっと走って1抜き2抜けで終わっていくの。あ、なるほど。早い順に上がれるんですか。まあこんなことやってんのか。でも鍛える心肺機能にはいいかもしれないけどまあ相当しんどかったよね。やったんだけどやっぱしんどかったね。まあ、必ず足の速いやつ連中いるんで一回り目は絶対抜かないいけないんで、はい、絶対の決まってるんで、ああ、そうですね、2回目か3回目抜ければいいんだ絶対勝てないんだそれは絶対勝てないなって、ね、なんか夜中に島岡監督が起きて練習だって言い出す時もあるっていう。夜中はなかった朝はあったかもしれない。朝はですか、うん、まあ6時半ぐらいから党内連携とかはあったけどね、まあゲーム負けた後に帰ってすぐ練習ってのが普通になったので、それはもうエラーしたらずっとノックで、ピッチャーが打たれたら、まあ、その日帰って300球500球投げると、で次のゲームを抑えてしまうというのがあって、それはまあ普通に1年の頃から見てるので、もう先に帰って練習の用意しなきゃいけない。1年生から投げてなかったんですか？もう1年はもう全然投げてない、2年からってそれ見てたので、まあ、当たり前のようにやらなきゃいけないな、そこを越さなきゃ上に行けないなという感じはずっと持ってたかもしれないね。あれ YouTube って恐ろしいのは動画が残っちゃってて、神宮球場のあの学生が使うロッカーあるじゃないですか、あそこで島岡監督がノックバットなんかでめった打ちしてるのがまだ残っちゃってるぐらい、フジテレビの撮ったやつかな。あれいいのこの動画っていう。昔階段があって奥にロッカーでもあったであったですね。お前これみたいになって、まあそれはまあ悔しかったんじゃない、それは。まあそれは僕らも受けましたよ当然。でもすごいゲームで、例えば延長戦で勝ったゲームではもう集まって号泣する監督がそれやった瞬間にやってとかったと思うぐらい、やっぱりそのなんか人間味あふれるというか、ありがとうって言われたらやっててよかったって前の日に殴られてんだけど忘れてるんだよ。それぐらいね、なんかね、いい監督だったから、それはもう常に思ってたね。それずっと見てたからね。その出会い大きかった。いろんな監督が割れたじゃないですか。まあそれぞれにあると思うんですけど、じゃあ島岡さんの出会いも大きかったんですね。まあどの監督もそうだよね。最後の最後でまあ最後仕上げてもらったかなという感じがまあ、ね。そういう方から長嶋監督も実は僕らの時はほとんど怒られた記憶あんまないんですけど、昔。その加藤さんの時代はえらい怒ってたっていう。いやもう怒ってましたよ。怒ってました。僕が入った時にはまあいろんな事件が起きたりした。事件というかフォアボール事件だとか、まあ広島清手打たれたメンバーに呼ばれて部屋に呼ばれてなんか事件もあったんで、まあそれがもういろんなところでなんかカッとなって、まあ、当然ですよね。負けて悔しいっていう。なるほど。だからそれはもう随所にありました。それが当たり前だと思います。で僕はその時には監督と選手の立場でずっといたんで、それで俺が早めに取れて出ていったんで、帰ってくると今度コーチと監督の立場だった時にすごく丸くなってて、こんなに変わるんだみたいな、はあすごいな、昔こう多分怒ってるはずなのになみたいなのがあったりとかはしたけどね。全然別人になってた。まあ別人というか、まあ基本は変わってないんでカッとなるところでも、そこでこうなんかこうグッと。こらえてたというか、それは感じたね。僕はじゃあ幸せな方だったんですね。かなり幸せだと思います。まあ監督はもうしょっちゅう、まあ昔の甲羅圏では悔しそうだ、もう何回もあったんですよ。カッと蹴飛ばしたりとか、まあ誰もあると思うんだけど、もうすごく出てて、それ見た瞬間いや頑張んなきゃみたいな、パッと締まるような感じがあって、それはすごかったなと思いますね。なんか甲子園にあった火鉢ぶち投げたこともあるっていう、火鉢を手で投げたっていう噂になるぐらい、そういう。自分のプレーをしない人間に対して、それもあったし、まあ他の選手だってね蹴飛ばしたこともあるし、それみんなやってますよそれは。まあ本当当たってはいけないんだけど、まあ悔しかったりね、そういう時にはまあ出て、まあ当然なのかなと思うんだけどね。それはもうどんな監督もやってました。どんな監督も。王監督も厳しかったみたいですね。その普通穏やかだけど、まあ厳しかったかもしれないですね。なんか我慢してたような感じ、うっと我慢してる感じがあって。まあそれはそうでしょう。やっぱりミスターにしても、おっさんにしても、やっぱり自分が一番いいところで打ったバッターですよ。打ったバッターですよ。そこでやっぱ打てないと悔しいでしょ。だからもう、それはもう、周りは大変だったかもしれない。でもまあね、その悔しさが全部出て、思いっきり言ってくれるんで、また頑張ろうと思えたというところもあるよ。そこはね。香取さんが GM の巨人でやられた時、ちょうど南海と巨人の OB 戦だったんですかね。GM やられた時。18年の春ね。で、その GM やられる時に、ちょっと加藤さんとご挨拶とかさせてもらって、ちょっとこう場を盛り上げるためにクビになっちゃった堂々の兄貴から弟がホームラン打ったり活躍したんですよね。誰がクビにしたんだとかって言ったら、みんなが香取さん指さして、香取さんも笑ってくれたらよかったんですけどあったね、GM ってやる時、根本管理部長、当時の根本さんのなんかイメージはありました？その